はい、皆さんこんにちは。今日は久しぶりにネイルをねやっと変えに行けるということでタクシーで向かっております。すいません。はい、これが実は私地爪なんですよね。爪は綺麗と昔から言われております。そして大好きなパスタの五右衛門に来ました。これ食べる。今回のネイルめっちゃ可愛くできました。テンション上がる。これでもかというほど見せてきますね。はい、さあ来ました、カルボナーラ。五右衛門のカルボナーラめちゃめちゃ美味しいので、食べたことない方ぜひ食べてみてほしいなと。いただきます。これは、五右衛門は基本的にこうしっかり混ぜた方がいいですね。あとは基本的にはこう箸で出していただけるので、すごい食べやすいのがめっちゃ好きです。これはしっかり混ぜるとこうなんかカルボナーラのもったり感が出てめちゃおすすめです。ぜひ食べてみてください。髪の毛をね縛るやつ忘れました。で、ごちそうさま。見てくれてありがとうございました。いい一日になりました。